MHF チャンネルチクチク。どうもありがとうございます。じゃあプロのアーティストに評価され、あの評価をめちゃくちゃ受けているということで、この ATV さん、その秘密に迫りたいと思います。まずその一番すごいポイントが、生ドラムに一番近いということで、社長教えてください。じゃあここからATVの終わったと思います。まずはい、叩いた時のこのグニャリ感が本物に近かったです。とてもはい、グニャリ衝撃でしたね、あれは。うんうん、エレドラをやっぱり経営されてた人のやっぱプロの方とか上級者 の, あの人たち の, あの懸念材料の一つとしては、やっぱそのシンバル の, その挙動がやっぱちょっと違うと、はい、もうあの全部チョークできなかったりとか、はい、まあ、まず動きが違うと、はい、もうあの叩いた時に、もう一回叩こうとした時に動きが違うから違和感があるとか、まあ、あとこのこちらラバータイプということで手首 の, その負担とか、はい、そういったものも
経験されているということで、金子さんやっぱり叩き心地はいかがですか？そうですね、私配信、生配信とかで6時間ドラム、電子ドラム叩いたりとかもあったんですけど、 ATV さんだとそこまでこう手首が痛いっていうことはなかったです。6時間すごいですね。はい、この音源が、はい、まあ、どこのメーカーさんもすごく失礼ではあるんですけど、音がいいと自負してるメーカーさんもちろんたくさんあれど、 TV さんのこだわりでいいところっていうのが、まあ、一番私がすごいなって思うところは、やっぱりプロの方に本当にすごい評価されているなという評判をすごいよく聞くので、そのレシピというかすごさの秘訣を教えていただけると。はい、はい、まあ、まずオーディオ的な表現で言うと、まあ、ハイレゾ、はい、ハイレゾリューション、高解像度っていうところで、はい、これはもう最新の撮り方でまずやられたっていうところと、総合的にプロのその演奏家とかプロのレコーディングエンジニアの方が監修して、まあ、素晴らしい環境で撮ったもの、それでハイレゾっていうところで、あと他のその電子ドラムはやっぱその叩いたそのドラマーがものすごく心地いいように、あのシンセサイズっていうんですか、はい、っていうところがあるみたいなので、はい、そうなってしまうとドラマー自体は心地いいけど、やっぱその楽曲の音楽性にとっては、うん、まあ、スポイルされている要素があるっていう人が多かったので、 ATV さんとしては本当レコーディングに使える、そうですね、もうドラムにこだわった音源を入れたと、はい、で、まあ、人によっては叩き心地だけで言ったら、もしかしたら、まあ、従来のそのエレドラの方が、まあ、気持ちいいなっていう人も出るかもしれないですけど、まあ、レコーディングもすぐ使えるっていうところが、そうですね、まあ、はい、結構そういうところはその境地に入られた人が評価してるところっていう、ドラムはやっぱり間違えちゃいけないのは、そのボタンではないから、ボタンだとこうどうしても同じ音が発音されるけど、やっぱり打楽器っていうのはちゃんとそのポジションであるとか、しっかり正確なところを正確なその、あの強さで押さないと、あの叩かないとしっかり音が鳴らないと、そういったところをもうちゃんと再現されてるのがこの ATV のこのシリーズ、はい、そうです。金子さん再現されてますかね？そうですね、やっぱり私もいろいろな種類の電子ドラム使わせていただいたんですけど、一番やっぱり鳴らすのが難しい、そしてリアルなこう
なんていうかね、叩いた音というか、やっぱり鳴らすの難しいなって思いました。ちょっと、はい、さらにそこでつながってくるのが、はい、その打感をコントロールしてるセンサーが最強3センサー、はいはいはい、あえて外した叩き方になっちゃうってことになっちゃうと、やっぱそのいつものそのドラムの演奏パターンとは変わってくるからと、そうです、もうそのスタイルも変えずにそのままドラムの今叩いてるアコースティックドラムのスタイルで叩けれるっていうのがこの A ドラム、そうです、素晴らしい。それでセンサーをあの3センサーにしたってことですね、はい、さらになんかすごいのが、成長する最強音源、はい、今でもいいのにさらに成長してしまうというその音源の秘密をまた入って、はい、まあ、さらにちょっと目玉に感じたのが、あの有名ブランドとコラボしたという、はい、はい、はい、とてもそうですね、抜きが良くて、叩いててもやっぱり段違いで気持ちいい音に、はい、なってました。
っぱりそこまで追求されたってことは、やっぱりそのカノープスさんの社長もやっぱドラムが大好きで、はい、ね、イーティグさんの社長も渋谷社長ももちろん音楽が大好きで、まあ、そこまでそのこだわりを持たれて、情熱を持たれて、もうプライスレスなその時間を投入して、はいはい、まあ、普通ここまでやれるってそうそうないと思いますから、まあ、やっぱりその金子さんもその素晴らしいと絶賛する音源の秘密としては、やっぱ裏舞台としてはやっぱり相当お時間を、やっぱりあの社長同士だからこそ、やっぱその時間に糸目をつけないあのことができたのかなと私はちょっと感じておりまして、まあ、大体その一つのその音を取るのにどのぐらい平均かかったか、一番最大かかったものでどのぐらいかかったか。やっぱり私が最初この A ドラムの、音源を聞いた印象として、やっぱそのリリースのあの音がサスティンとかもうものすごい長いなっていうのがあったので、そこの音のバリエーションを全て取るってなると、いやものすごいどんなところをかけたんだろうってすごい思ってたので、やっぱりめっちゃ大変だったんですね。はい、それを数種類っていうことで、さらにブランドを持って、あの他のブランドもってことで、はい、まあ、そういったそのこだわりの音源がまたさらにも追加されるっていうことなんで、まあ、ものすごく、まあ、そういった意味でも選ぶ理由の一つにはなるかなと思いました。さらにもうこれだけでもすごい中、プロに受ける理由がもう一つあるということで、レコーディングに最強、なんかすごい機能搭載されているということ、はい、便利ですね。はい。は、他のドラムでもあのできたっていうことであるかもしれないですけど、まあ、ドラムキットとしてひとまとめになってて、それをばらす作業が1回と、そこのフローが多かったと。でそういうばらす作業もいらなくて、しっかりもう全部バラで入ってしまうと、そうトラックごとに入ってしまうと、ワントラックだったのが、もう1つのドラムキットワントラックだったのが、ちゃんとあのトラックごとに別々に分かれてると。いや、素晴らしい機能でございます。まあ、これちょっと、まあ、中級者以上のお話で分かりにくいかもしれないですけど、まあ、プロに愛される理由はちょっとここにもあるぞという話で、素晴らしい機能です。あと、
こっちのその A ドラマスっていうものがもちろんラインナップとしてあって、さらに ATV さんはあの叩く方のそのね日本の住宅事情とかそういった環境も加味して、なんともう一つ他のラインナップもご用意していただいているということで、はい、ジュクジュク、チェックチェック。先ほど説明させてもらった、まあ、最高機種の A ドラムっていうものを説明させてもらったんですけど、さらに、違うタイプのものも、日本の住宅事業にも合わせ、合わせたりとか、まあ、ご予算のその状況とか、もう他のその状況下にも合わせるラインナップもご用意されているということで、じゃあその人気モデルをまたご紹介よろしくお願いいたします。ギュッとコンパクトにカメラの中でもなってるあのコンパクトなシリーズということで EXS というシリーズがあります。で今ご紹介するのはですね、EXS5 という機種です。これは、まあ、EXS シリーズの中でも最上位のものなんですけれども、まあ、何がすごくいいかというところですけども、 EXS というのは基本的にはですね、A ドラムのいいところをギュッと抜き出して、さらにもっと練習にフォーカスした機能ですね。例えばメトロノーム入れたりとかですね、練習用のさまざまなアプリケーションの中に入っています。で、だけど音は、先ほどの A ドラムの音そのままという感じで、ハイレゾの音源をそのまま使っています。で、先ほど の, あの A ドラムと一番大きく違うところは、この EXS5 ラックタイプ、いわゆる今までの従来の電子ドラムと同じような感じで、スタンドではなくてラックを使ったタイプになります。これ、先ほどね散々A ドラムの方で、そのスタンドが使えていいよって言ってたにもかかわらずラックだみたいな話になるんですけど、まあ、何がいいかというと、ラックっていうのはもうサイズがはっきり決まっちゃうんですね。まあ、設置面積がもうあらかじめ分かっちゃうと、かなり少しコンパクトにセッティングができるっていうこと、それから初心者の方でもですね、あんまりこう細かくセッティングするんではなくて、割と大雑把なこうセッティングしてもですね、叩けるような感じになっています。そういう こうコンパクトさがあるAXSシリーズですね。それから A ドラムでやっていたあの3点センサー、それから360度レシーバー、この辺りもですね、この EXS でも同じスネアのあたりとかですね、シャープの長い時計、はい。
カップも、はい。凝縮した、あのフラッグシップの A ドラムをコンパクトに凝縮したっていうのがこの、はい、そうです、ファイブのモデル、はい、じゃあ、一つ忘れていたことがありまして、ハイハット、これはあの A ドラムも EXS のジョイモデル3と5ですね、これどっちでも共通なんですけども、2枚もの、1枚でこうやってるハイハットってよくありますけど、ですね、はい、それでさらにですね、従来のセンサーではセンサーを使ってます。これが何がいいかというとですね、あの非常に微妙なハイハットの動きもですね、センサーで取れるようになってますので、非常に、素晴らしいハイハットは先ほども聞かせていただきました。はい、ちょっとじゃあ答えてみましょう。はい、センサーにすることによってオープンクローズの細かい挙動も、そうですね、しっかり、はい、データ量もすごく多く取れるので、非常に細やかな足の微妙な動きも、ね、まあ、取れるようになってます。まあ、中途半端なその押した感じとか、はい、やっぱり戻したみたいな、そういう挙動も全部取れるっていうことですね、はい、素晴らしい、はい、じゃあ5のシリーズの、はいはい、魅力を存分に、はいはい、EXS5 のちょっとあの魅力というかですね、これ何が好きかというと、ちょっとあの多分上からの絵が一番いいと思うんですけども、多分このバスではですね、初の、スネアとフロアに13インチのメッシュヘッドのバンドを使ってます。これはあの先ほどの A ドラムと同じサイズなんですよ、うん、ダムが10インチ、スネアフロアが13インチだと、これがあの、まあ、このクラスっていう、ね、言い方をしてますけども、その中では非常に、珍しいしかも3点センサーを使っていて、マルチセンサーで分布を取れるというところですね。非常に使いやすいと思います。まあ、やっぱりあのプロの方でもあのこれを導入されてるっていうあの方とかはもういるそうで、やっぱりそのご家庭 の, そのマンションとかで、まあ、ある住宅事情とかで別にお金には余裕があるけどスペースに余裕がないっていう方は、まあ、もうぜひこちらもっていうことですよね。そうですね、はい、でさらにまだこのラックタイプのラインナップがさらにさらにあるという、もちろんあのこのタイプ、ラックタイプのものでもあのペダルは一体型のものではなくてお好みのそのペダルを使っていただけるツインペダルも使える、はい、開発スタンドもあの使うタイプですので、ご自身で選ばれたものを使っていただければ、チェックチェック、
チェックチェック。じゃあ、ラクタイプに引き続き、先ほど5、EXS5、EX3 のご紹介していただいて、はい、さらに違うラインナップもご用意されているということで、はい、その特徴を教えていただいてよろしいでしょうか。はい。ちょっと長いね、これ。はい。もうたっぷり魅力がね。はい。そうですね。なんですよね、うん、痛くなっちゃう。これもシリコンなんで、ちょっと柔らかいです。はい、失礼します。あ、なんか音もなんかちょっとソフトな感じしますね。チェックチェック。すいません、いろんなラインナップの紹介ありがとうございます。 ATV さんもあのかなりあの消費財が増えて、あのもう A ドラムから始まって、次はあの EXA5 で3、2、1と、はい、本当にもっといいところはたくさんご紹介させていただきたいのですが、ちょっと今日はあの時間の関係であの足前にいいところだけっていうところをご紹介させていただきました。すみません、今日はあの、はい、社長、あの金子さん、ありがとうございます。ありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いいたします。